光一です。キリンライパラダイス、今日もワールドワイドインフォーメーションでスタートです。 UK ロックを語るとき最も重要なイベントとして知られるレディングロックフェスティバルが今年も8月下旬24日から26日までレディングで開催されることとなっています。ロンドンのベニューミーンフィドラーが主催者となって2回目となる今年、出演が噂されているのはニック・ケイブ、インスパイラル・カーペッツ、ピクシーズ、ザ・クランプスなどなどが、商業的なイベントということもあり、出演に難色を見せるアーティストも多いとのことです。それに対し反核団体 CNDA のチャリティーとして6月下旬に開催されるグラストンバリー CND フェスティバル、ライクーダー、デビッド・リンレイ、シニードコーナー、ハッピーマンデーズなどに加えて新たにキュアの出演が決定、ますます巨大化しているようです。キリン、マイパラダイス。こんばんは、黒田久美子です。キリンライブパラダイス、今夜お送りするのはサダオ渡辺ライブアットパラダイス。昨年アメリカでジャズチャートの1位を4週間キープしたエリスに続いて、フロントシートからのシングルカット、パティ・オースチンと共演したエニー・アザ・フールが3位に入るなど、渡辺貞夫さんアメリカでの人気はすっかり定着した感がありますよね。渡辺さんはここ15年ほどはほぼ年に1枚のペースでアルバムをリリース、同時に全国ツアーを行ってきましたが、8年ほど前から国内ツアーだけでなくアメリカを中心とした海外ツアーも年間スケジュールの中に組み込まれてきています。これはもちろん渡辺貞夫の音楽がよりワールドワイドな人気を得ているからなんですが、今年も2月のインドジャズヤトラに始まって、この全米ツアーでニューヨーク、ボストン、ヒューストン、シカゴ、サンフランシスコ、ロス、ハワイと回り、ちょっと日本に帰ってまたイタリア、ブラジルと毎年のように世界中を飛び回っています。渡辺さんのオリジナルにラウンドトリップとかバーズオブパッセージなどのように旅をイメージしたナンバーが多いのもうなずける気がしますよね。さて今夜お送りするステージですが、会場はロサンゼルスのパレス、ハリウッド・ブルーバードとバインストリートの交わるところにあるこのホールはこじんまりとしたところで、3月22日の夜9時15分、ほぼ満員の800人の観客を前にコンサートはスタート。この辺がいかにもアメリカ的ですよね。日本ではもうコンサートが終わっているような時間帯です。オーディエンスの中には渡辺さんの友人ジョージ・デューク、ドン・グルーシンなどの顔も見えました。さあそれではお知らせの後は早速そのロサンゼルスパレスのステージにご案内いたしましょう。キリン Live Paradise。 This program is brought to you by キリン。 キリン Live Paradise、 佐藤渡辺 Live in LA。
歌スティープボンボン。Thank you very much. Thank you. Just play the tune called One More Time from Mr. George Duke, arranged for my Francis album. 3 years ago, I was in Brazil and I made a couple of albums. One is called Made in Classroom and Elise. And thank you. I dedicate to Mr. Elise Regina. So we'd like to do the song called Elise and also a title tune of Francie. Yeah. I hope you enjoy the Brazilian flavor.
Thank you.
ありき。キリン Live Paradise Exciting Live Performances from Around the World。 キリン Live Paradise、 今夜は3月22日 LA のパレスで行われた渡辺貞夫アメリカツアーのステージの模様をお届けしています。前半にお送りした曲は One More Time、 今は亡きエリス・レジーナに捧げた曲エリス、そしてフロントシートでした。さて、渡辺貞夫の魅力なんですけれども、まずは挙げなければいけないのがあの美しいメロディーラインっていうか、はい、これはあの僕の友人のミュージシャンたちもよく指摘するんですね。例えばあの日本にも来日しましたマラボアといった人たちとか、あるいはあのイギリスのジャズ系のアーティストとか、彼らが渡辺貞夫の名前を出すときに言うのはメロディーラインの美しさ、そして、リズムだと思います。日本のミュージシャンで早くからアフリカとかブラジルとか、あるいはカリブ海とか、そういったエリアのリズムに注目していたのが渡辺貞夫でしたし、それをうまくこう、まあ、フュージョンの世界にね、取り込んできたというか、その才能を見るとですね、僕は正直なところジャズチャートの1位で満足しちゃいかんと、うん、それかジャズチャートの1位っていうのは確かに名誉ではあるけれども、ポップチャートの中でね、彼のレコード音楽というのは評価されるべきもんだし、あのまだまだこれからでかくなってほしいし、なんなきゃダメなアーティストだと思いますね。まあ、貞夫さんは一昨年 LA で名誉市民賞というのを受賞してるんですよね。場所によって LA ってすごくあの怖いところもあるんですけれども、全体的にはかなりおおらかでほのぼのとした街っていうイメージがあるんで、まあ、貞夫さんのその伸びやかな、ね、サックスの音色が LA にはぴったりフィットするんだろうなって思うんですけど、さてここで簡単にメンバーを紹介しておきましょう。まずドラムスにウィリアム・ケネディ、イエロージャケッツのメンバーです。ベースはキース・ジョーンズ、アンディ・ナレルグループの名ベーシストです。パーカッション、スティーブ・ソントン、キーボードは渡辺さんの最も信頼する森木曽一。ここまでは全員渡辺さんとのコンサートツアーの経験まであるおなじみのミュージシャンですが、今回の新顔はギターのスティーブ・バーンバウン、ボーカルのラシェル・ペレル、スティフはシーラ・イーなどのバンドで活躍中の白人ギタリスト、ラシェルはブルーノートレーベル期待の新人ということです。さてそのラシェルがボーカルで登場する Any Other Fool から後半のステージをスタートすることにしましょう。
than me. It's Rachel Farrell. Rachel, thank you. Thank you.
Keith Jones. And also Steve Perlman. Kirin Live Paradise.今夜は3月22日 LA のパレスで行われた渡辺貞夫アメリカツアーのステージの模様をお送りしました。いかがでしたでしょうか。お送りした曲です。 One More Time Ellis Front Seat Any Other Fall Down East でした。そして今お聴きいただいているのがアンコール曲 Orange Express。 さて渡辺貞夫さんがクラブオーナーを務める貞夫渡辺プレゼンツキリンザクラブ、だんだん迫ってきましたよね。そうですね。6月9日からドリー・カイミと渡辺貞夫、14日からスティーブン・ビショップ、17日からニール・アーセンフィーチャリングバジー・ファイティン、20日からバイ・オール・ミンズ、そして最後24日から29日の最終日までがピックアップメンバーによるクラブジャムと全5セッション。今年も盛りだくさんな内容になっています。そうなんです。クラブが開かれるのはおなじみ渋谷プライム5階西洋広場。ビュッフェスタイルの美味しい食事を終えた後に演奏を楽しむという形式は昨年までと変わりません。私も去年はしっかりとですね、最後の打ち上げにまで参加して、食べるは飲むは目いっぱい楽しんできました。もちろん今年は私たちはね、全セッションに行くつもりです。はい、はい、でも一つ気がかりなことがあるんですが、油断するとすぐ太る私。このクラブが終わるまでに一体何キロになってるんでしょうか。お互いそれは内緒です。気をつけましょうね、アナウサさん。はい、さて来週のこの時間はジョニー・クレッグのパリはゼニットでのライブをお届けします。パリで生まれたニューミュージック界の核となっているのはジョニー。